読みになりましたね。2021年6月23日水曜日です。今朝の6時半ぐらいですね。キジトラさんいますかね。ここでですね、チワワ君からいきなりモールス信号が来ます。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを睨みます。チロリ、いきなりですね。収穫作業です。修行時間の始まりになりました。キジトラさん出だしからですね、いけてますね。よかったです。あ、森村氏の海賊違法電波ですね。いきなり来ましたね。森村氏の海賊違法電波また来ていますね。まだ来ています。これはちょっとやばいですね。まだ海賊無線来てますよ。キジトラさん大丈夫なのかな。森村氏まだ来ます。 5G 攻撃ですね。違法に取得しています。シワ君からのモールス信号大丈夫でしょうかね。戦前の品物で軍からの払い下げ品ですからね、相当骨董品みたいなようですね。キジトラさん 5G 大丈夫。キジトラさん食べる方が先みたいですね。まだ異変はないようです。あ、チワワ君からのモールス信号です。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを牽制します。ジローリ、白い大猫さんもねしつこいんですよね。新人のミゲちゃん来ないかな。可愛いミゲ猫でしたね。チワ君からのモールス信号です。白い大猫さん警報になりました。白い大猫さんを狙います。ギョロリー。あ、森村氏の海賊違法電波がまた来ましたね。しつこいですね。森村氏の海賊違法電波本当にしつこい。まだ来ています。 5G 攻撃ですね。キジトラさんこれ2回目やられていますね。海賊違法電波まだ来てますよ。気をつけないと。今日も森村氏しつこいですね。森村氏海賊違法電波まだ来ていますね。なんとか収まるかもしれません。キジトラさんまたイカ耳がね妨害されちゃいますね。キジトラさん頑張って食べています。良い髪音がしますね。カリ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 と早朝からね、いつもね、頑張っています。あっちわーくんからのモールス信号ですね。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを睨みます。ギョロー。ちわーくんからのモールス信号です。白い大猫さん警報ですね。しつこいですね。白い大猫さんを牽制します。ジロリ。チワ君戦前のモールス信号機大丈夫かな。もうそろそろ行かれちゃうんじゃないかな。また故障でしょうね。チワ君からのモールス信号で白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんにらみます。ジロリギョロリ。ちょっとしつこいですね。チワ君からモールス信号です。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを牽制します。ジロリギョロ。キジトラ天然水をね新しく交換します。にゃーにゃー、お水だにゃーつってるみたいですね。お水もね、いつでも飲めます。お水は無料ですね。一皿完食しました。キジトラさんおかわりですね。プロをちょっとチャージします。ちょっとこぼれちゃったかな。お、プーマスタイルが出ましたね。好評のプーマスタイル、かっこいいね。キジトラさん、キジトラさん完食したようですね。元気に配達に来ました。早朝に来たキジトラさんでした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。また皆様とはですね、次の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。